どうも、アガツメンシンです。いや、さっきの動画、見てくれた方、事情は大体わかりますね。えー、本日、2本目の動画になりますけども、まあさっきの1本目の動画見てない方は、下のリンクに、えー、1本目の動画の、やつも貼っときますので、そちらから、えー、1本目の方もご覧ください。うん、どっちから先に見てもそんなに変わらないんだけどね。えー、ということで、元気にやってみましょうあのですね、今回は、皆さんに、ちょっと、 質問したいなと思って、あの、皆さん、アップル製品は持ってますかアップルの、まあ、こういうね、iPod 系とか、まあ、iPhone とか、Mac とかね、I、iPad とかいろいろありますけども、皆さん、アップル製品は、持ってますでしょうかでですね、こういう、アップル製品とか買った時に、まあ、こういうね、これは iPhone なんですけど、iPhone の箱とか、iPod とか箱があるじゃないですか。で、これの、 中に一緒にこの付属してる、えっと、アップルのリンゴのね、シールがあると思うんですよ。えー、これは iPod、どうやったら見えるのかなこ、こんな感じ。iPod なのについてた、えー、アップルシールです。で、これ、この大きいやつが、えー、iPhone。iPhone を買った時についてたアップルシールです。でね、このシールあるんですけど、皆さん、このシールって、 何に使ってますか私はですね、うん、まあ、小さめのやつは、えっと、こういう、こういうね、えっと、これに、私の日記なんですけど、えー、日記になんか貼ってます。なんかおしゃれかなと思って。まあ、結構シンプルなんですけどね。えー、日記に貼ってます。その、それ以外のこの大きいやつとかは、えっと、何に使ったらいいのかわかんないし、保管しとくのかなと思ったんですけど、保管して意味あんのかなと思って、 皆さんは、こういうアップルシールは何に使ってるんだろうと。はい、ということで、まあ、まずは、えー、この、アイポ iPod とか、iPhone とか、iPad とか買った時に、このシールが付くんですけど、微妙に、まあ、これとこれは全然違うけど、微妙に大きさが違うんですよ。まずは、えー、それの、ちょっとした比較をしてみましょう。はい、ちょっと私の顔が見えませんね。ちょっと怖い照明になっちゃいましたけど、えー、これで見るとちょっとシールが見えやすいんで、えー、面明を一旦これでいきます。 まず、こちら、えー、見えますかこの小さい、一番小さいやつですね。多分これが。これが、えー、iPod Nano の、に付属していた Apple シールです。で、えー、私この日記に貼っているやつが、えー、こちら、えー、iPod Touch を買った時についていた、えー、Apple シールです。で、えー、こちら、一番大きい、えー、Apple シール。えー、これがですね、 iPhone を買った時に付いていた Apple シールです。ですね、微妙に大きさが違うっていうのは、え、こちらの iPod Nano のやつと、え、こちら iPod Touch の時の、えー、シールです。ちょっとこれは本当に画面で映るかよくわかんないんだけど、えー、重ね合わせてみると、微妙に大きいんですよね。えー、っと、こっちの方が、こうなんな感じで。見えますかね微妙に大きい。 で、もうこちらの iPhone のシールと iPod のシールは、えー、もう全然違うね、大きさはも1.5倍ぐらいかな。で、えー、こちらの iPod Nano と、えー、こちらの iPhone だったらもう、ま、あ約2倍ぐらいの大きさになるんじゃないでしょうか。てな感じで、えー、多分これが多分一番大きいサイズなのかな。Mac とか iPad とか持ってないから、 どうなるかわかんないんですけど、私が見た中で一番大きいのはやっぱこれですね。この、えー、iPhone の、に付属していたやつの Apple シールです。本当にこういうのって、なんで付いてるんだろうなんかわかんないんですよね。Apple は、この Apple 社は、どういう意味でこのシールをつけているんでしょうかちょっとわかんないですね。一応皆さんがどうやって使ってるのか気になるんですよね。私はこうやってノートとかに貼ったりするんですけど、 かっこいいかなと思って貼ったりするんですけど、うーん、なんか、いまいちですよね。ってことで、アップル製品についている、このアップルシールは何に使うんだという、動画でした。えー、皆さん、僕はこうやって使ってるよ、私はこうやって使ってるよっていうのがあったら是非、ぜ、え、ひ、ー、下のコメントに書いていただけると、めちゃくちゃ参考にします。いやー、ほんとにね、このおっきいやつとかさ、何に貼んのかななんか、こうやって、 ちっちゃいやつをこのノートに貼ってるから、おっきいやつなんかファイルとかに貼るのかな貼ってどうってわけではないんだけど、なんか、うん、なんかよくわかんない。でも、結構シンプルでかっこいいから、どこに貼っても合いそうだけどね。ということで、えー、アガトメシンの、この、ちょっとよくわかんない動画でした。えー、もしよければ、高評価、えー、そして、僕は、 高校に貼ってるよ。私は高校に使ってるよ。とかいうのがあれば、え、ぜひコメントに書いてください。ということで、アガスベエしシでした。See you next time!